毎回この話してるけど、はい、中国行くとさ、朝昼晩尋常じゃないほど食べるんだよね。中華料理でしょ、もちろん。もうね、中華料理、中華料理。中国行ったらもう中華料理が嫌いになりますよね。そうね、はい、今回お客さんと一緒に行って、はい、まあお客さんの方がちょっと一個だけなんかその光が見えるようなことを言ってくれてで今回香港系だったんだけど、まあ、中国入っちゃうともう全部中国料理なの。だからもう朝昼晩は中国料理っていう認識だったんだけど、そうですよね。でそのお客さんが最終日、香港はさすがに今回はちょっと中華料理だったから日本料理、わさびとか。それ食べたくなっちゃったからね。ああいいですね。そう、もっと枝豆とかもそうだし、なんか食べたくなったからそういうの準備してますって言って、で香港のお客さんがまあ全部準備してくれたんだけど、入ったらまさかの中華だったんだね。めちゃくちゃ美味しい北京ダックだったんだけどさ、いやーなんだろう、がっかりは別に美味しいからいいんだけどさ、これだからもう太った気がしたから、もうその後行ってから5日目の日本なんだけど、滞在してもうね、毎朝ジム朝昼晩ほぼほぼサラダ中国の油を出そうとするんでしょうね。したら今日体重測ったら2キロ減ってた。ということでね、はい、今日ねこれも新しいね作家さんとね、はい、ほっくるびピオ豆マスコットボールチェーンってことでね。ピオ豆マスコット、かわいい名前ピオ豆。これねちょっと初めてだったの。今回デザフェスでお会いしたのかな確か。はいはいはい。でデザフェス行く前に俺やることが1個あって、はい、必ずそのデザフェスで検索して当日に適当に行くんじゃなくて、ある程度目星をつけて、事前にね、そう、この作家さんのとこ行こうかなっていうふうにある程度ネットで検索してスクショしておきながら俺行くようにしてる。でその上で、まあ、行く道中で面白いものあったら声かけてっていう風にしてんだけど、今回そのピオ豆その作家さん、まあこれ近いあれって何なんだろうな、ちっちゃいピアスなのかな、チャームみたいな、チャームみたいな感じかな。あ、こういうフィギュアじゃなかったの、ね、フィギュアじゃなかったの。で画像で見ていったら、うん、めっちゃちっちゃかったの。あ、そういうことね。俺そうでっかいやつだと思ってたら写真で見るとさ分かんないじゃんサイズが。分かんない分かんない。行ったらえどこにあるんだろうって探してて、最初声かけずにいっぱいあるからさ、えどこにあるんだろうと思って、そしてえこんなちっちゃいのって思って、俺そんぐらいガラス細工みたいな感じ。そうそうそう。へえ、あそんなちっちゃいんだ。だいぶ違うんですねこのガチャ用は。だいぶ違う違う。これだよ、だから大きいものだと思ったの。えその受け皿もちっちゃいってこと、ちっちゃいってこと。へえ、全部ちっちゃい。ほら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 、うわーちっちゃい。これ俺指ほら見て、ほらうわ指入るとあれだけど、普通にこれだけだったら大きく見えるんだよね。見えますね。でもそれびっくりしちゃって、だからそれの参考にやろうと思ったんだけど、一から造形を作ってやらせてもらったんだよねこれね。だから結構印象違いますもんね。印象違う。でまずね枝豆しかなかったんだけど、他のやつもちょっと提案させてもらって、枝豆以外の展開も含めた商品化ってことでね、豆でまとめさせてもらった。ああやっぱね豆はねいいですからね。いいよね。で一個一個ね、まずね枝豆のねひよぴよってね、かわいいね、枝豆からひよこが出てる感じだね。これ分かりやすく言うと本当実寸ぐらいじゃないですか。いや実寸ぐらい、これ本当実寸ぐらいだと思うね。この枝豆感いいね。ボールチェーンつけてもね、ちっちゃくていいいいね。本当ピョンってね、ピョン。もうあれはね食べようとすると横からプッて出るんだよね。最近ある。やるこうやってやろうとするとさ、ピュッて横から出ちゃってさ、あれもったいない。最近ないな、その口に入れてやってますね。え入れちゃう？入れちゃう入れちゃう。行儀よくない。そうなの？行儀よくない。手につくじゃんよだれ。ああ確かにつきます。ギリギリで。なんかポコンって入るのが嬉しいね。ポコンって入るじゃん。そんなの求めてない。食事でポコンって来てほしいなと思って。結構連打できるといいね。ポポポンってポポンに入れるときはねめちゃくちゃいい。ありますね。あれはね。これめちゃくちゃ可愛いでしょ。可愛いこれ。で続いてピーナッツ。ピーナッツのこのね。あすごい。皮の具合がすごくねリアルでね。実寸ぐらいじゃね？ね近いよね。本当ピーナッツも。ピーナッツね。美味しそう。で続いてピスタチオ。あら。ピスタチオ美味しいねこのパカって開いたときのねこのピヨピヨがね可愛いね。でピスタチオのちょっと皮の具合っていうかこれね。確かに。うんあるよね。これあるあるあるよね。食べちゃう。これめちゃくちゃ可愛いほら。これもね実寸。ね。これめちゃくちゃ可愛いな、俺これ好き。これ可愛いよ。これ可愛い。これ可愛い。いいね。相手ピヨっていう感じがねまたね。相手ピヨで。生まれたてのねひよこだね。相手ピヨ。うん。で続いてこれエンドウ豆白。エンドウ豆がこれ。はい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 。で枝豆とサイズ感ね。はい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 。エンドウ豆ね。エンドウ豆のここがね特徴的ですもんね。そう。これだけは僕ここボールチェーンさせなかったから、ちょっとね頭の方にさせちゃったんだけどね。エンドウ豆ね夏っぽいですね。ね。美味しそう。でエンドウ豆の紫。かわいい。ナスやん。ナスさ、ナスっぽい感じだね。緑とね、紫の相性いいね。いいですね。ナスみたいなね。エンドウ豆ね。ナスではない。これ他のね豆もいけるもんね。他の豆あります？俺が好きなそら豆とかさ。あ、そら豆ね。けどまあ豆だからね、黒豆とかになっちゃうね。あとね、大豆？大豆。やっぱあれだね、そら豆欲しいな。そら豆ね、大きいしね。けど豆って他にない？いや、あと小豆とか。小豆か。でもちっちゃいっすよ。そうだね。でもでっかい豆ないっすかね。豆の種類ってあるのかな。インゲンとかちっちゃくなっちゃうね。インゲンはもうほんとちっちゃいですよね。ひよこ豆もある。アーモンドって豆じゃないですか。アーモンドも一応豆なのか。そしたらコーヒー豆とか豆じゃんね。確かにね。コーヒー豆はおもろいっすね。コーヒー豆もある。コーヒー豆はちっちゃいよ。まあでもあれ特徴的ですもんね。ね、黒いし。あ、けどほらあるよ。ああ、うずら豆、レンズ豆、金時豆、小豆、ひよこ豆、花豆、とら豆、いろいろあるよ。豆はね、これパート2もいけるね。いけますね。だって今ね、夏って本当枝豆の旬でしょ。今スーパーでめっちゃ売ってます。あ、そうなの。旬なんだ。旬だと思ってるんです。俺11月がカニが旬しか覚えてない。いやいや、もうちょっとあるでしょ。スイカとかあるでしょ。俺それしか狙ってないから。いや、あるでしょ。相当カニ食いたかったからね。ということでこちら8月発売でね、全5種300円展開してたこちらもぜひチェックしてみてください。本日紹介させてもらったほっくるびピオ豆マスコットボールチェンでした。DP の枝豆がすごく美味しそうです。よろしく。